このプールを早く捕まえろと、俺たち上位カースト全員殺されるぞと。俺たちいつかやる、ピロスケ副社長。さあ、今回も隠れた偉人を紹介したいと思います。お願いします。今回紹介する人物はこちら、政治家になった女盗賊プーランデビです。おお。一言で言うならば、復讐に生きた女です。憎しみに生きた女か。はい。まあ、インドにはカースト制度っていう厳しい身分差別がありますよね。うん。はい。まあ、1950年に亡くなったんですけども、未だに根付いてる厳しい差別なんですよ。はい、プーランはそのカースト制度の、まあ、被害者であり、それに復讐するために盗賊になり、インド中を騒がして後に政治家になるという特殊な経歴を持ってる人物です。まあ、波乱万丈みたいな。どういう人生を送ったのかっていうのを今回解説したいと思います。お願いします。おう！じゃあ、このプーランデビなんですけど、1963年に生まれました。おぉ。はい。まあ、結構最近でございますよね。そうですね。はい、その、マンラっていう家系を見たんです。うん、はい。カースト制度を話しますと、上からバラモン、クシャトリア、バイシャ、シューダー。そしてこのカーストに入ってない人間以下の身分をアチュートって言います。そうですね。このシュードラの言ったら漁師家級をマンラって言います。おお。こういうね、身分がちょっと低いもんなんでね、大した仕事をしてないわけですよ。うん。牛のクソを丸める仕事をしていた。いや、牛のクソっていうのは、まあ、暖房に使ったりとか家の壁の材料に使ったんですね。まあ、燃料になるみたいな。この一家はちょっとね、一つ問題あったんですね。土地の相続問題で揉めていたんですね。うん。このおじがいるんですよ。その祖父が持ってた土地を独り占めしたんです。うん。この土地を返してもらうために裁判をしてるんですけども、おじはこの生活を守るために権力者に金をばらまいていじめるわけです、家族を。そんな中、プーランはなんでおじさんにいじめられるのか、なんで虐待を受けるのか、なんで村の人たちは助けてくれないのかっていうのを疑問持ち始めるんです。うん。子供だしね。そんな疑問を持ってる中、なんとプーランは11歳で30過ぎのおじさんと結婚するんですよ。すごい年の差だね。インドってなんか結婚早いイメージありますよね。まあ、ちょっとね。実はインドって初潮を迎える前に結婚させた方が縁起がいいって言われてるんですよ。うん。まあ、カーストの一つでもあるんですけども、ダヘーズっていうのがあるんですよ。ダヘーズっていうのは、花嫁が花婿にお金を渡す、いったら結婚持参金を渡さないといけないんですね。うん。年いきすぎると、いったらお金が高くなっちゃうんですよ。ああ、そうかそうか。若い方が安いのか。でもこれが大きな問題を生むんですね。うん。プーランはこの旦那に虐待、暴力、そして強姦されるんですよ。へぇ。11歳です、まだ。もう最悪だ。最終的に犬のように捨てられるんですね。そして村に戻ったら戻ったで、旦那に捨てられた女っていうことで村人たちに迫害されるんです。へぇ、最悪。あまりにもちょっとひどいなって思いません、これ。うん。実はこれ、カースト制度の風習が影響してるんですね。へぇ。それをちょっと説明させてください。まずインドにはマヌ法典っていうのがあります、うん、マヌっていうのはインドの神様で、いったら人類の祖って言われてるやつなんですね、はい、カースト制度の指針になってる部分で守らなきゃいけない、いったらルールブックみたいなもんですね。そこに書かれてるのは、女は堕落するから心を許すな、そして女は幼女のうちは父に尽くして、若くなったら旦那に尽くし、旦那が死んだら息子に尽くせって言われてるんですよ。はいはいはい。要は、女は独立してはならないっていう厳しい掟があるんですね。だからインドって男尊女卑が激しいじゃないですか。はいはい、それこの魔の王典から来てるんですよ。だからプーランは旦那に尽くすことができなかった愚かな女っていう扱いをされたわけですよ。それでいじめられて誰も守らないのは、この魔の法典を守れなかったっていうことで、報復を受けて当然だって扱いされるわけですよ。めちゃくちゃやん。さらに結婚相手も自由に決められない。ジョーティッシュって言って星占いで決めるんですね。はい、だからどういう性格かっていうのも理解しなかったんですよ。まあ、そんな幼少期を送ったプーランはここでグレちゃうんですね、うん、いじめてきた相手の家を壊したりとか、あとはおじに土地返せって言ったりとか、自分より上のカーストのやつが差別してきたら逆に言い返したりとかしてたんです。おい、言ったれ言ったれ言ったら反カーストの行動を取るようになるんですね。なるほどね。だけどこれで収まらないのが厳しい身分差別です、うん、村長の息子がプーランを強姦するんですよ。うん、お前はどうせ迫害された女だ、誰も守ってくんない、お前何してもいいよなってことで強姦されるわけですね。やり方がもうすごいな。あとおじが強盗の被害に遭った時にプーランのせいだって嘘ついて警察に連れてかれて拷問されたりとか、最悪なことばっかされたんですよ、うん、そして最終的にどうなったかと、はい、村八分にされるんですよ。そんな時プーランはこう思うようになりました。いつか絶対復讐してやる、私をいじめた人、虐待をした人、守ってくれなかった人、でも私には力がない、どうしたらいいんだ、そう思ってる時になんと盗賊にさらわれちゃうんですよ。うわ、もう最悪。はい、踏んだり蹴ったりじゃないですか、うん、
実はこれも村長、村人、そして叔父の依頼によってさらわれたんですよ。ああ、もう邪魔者だと。ですけど、プーラにとってこれが人生の転機になるわけです。おー、この盗賊のお頭にビクラムって人物がいたんです、うん。同じシュードラの階級で彼女に同乗したわけですね。で、詳しく話を聞いたら、全然村長とかこの叔父が言ってる話と違うじゃないかってことになって、じゃあプーラを2番目の妻、愛人にしたわけですよ。そこでプーラはこう思うようになりました。力を手に入れた。仲間を手に入れた。こっから報復開始だと。そこからプーランの復讐劇が開始いたします。最初に虐待した旦那の家に行って報復、そして股間をライフルで撃ち抜く、そして自分の村を襲い自分のことをいじめったやつを報復、叔父の親戚を射殺して叔父から土地を奪還するわけです、うん、そして腐った警察を何度も脅して国に宣戦布告をしたわけです。しかしプーランは復讐するだけじゃなかったんです。自分のようにいじめられてる、お金を虐げられてる、そして女性というだけでいじめられてる人を救うために弱い人から金を取ってる家を襲って、そのお金を貧しい人に配り、そして女性をいじめた男性を全員集めて片っ端から股間を撃ち抜きまくるわけですよ。女性の味方だな。後にプーランは盗賊女王と言われて、参加合わせて50人ぐらいの盗賊のボスになるわけですよ、うんうん。そんな低カーストの味方となり、そして義賊活動をする彼女はこういう言葉を残しています。人が犯罪と呼ぶもの、それは私にとって正義だった。ですがそんな彼女はインド中を深海させて恐怖に落とし込む大事件を起こすことになります。おう、それがビーマイ村虐殺事件です。おお、このシュリラム兄弟っていうやつがいたんですけども、さっき言ったビクラムの兄貴分なんですよ。このビクラムが邪魔だということで、こいつが裏切って警察について、そのビクラムを暗殺したわけですよ。警察も味方したと。味方したんですね。もう警察もやばいな。でプーランもこの裏切った仲間の村に連れてかれて、村人たちに強姦されるわけですよ。そこで報復に入ったのがこのビーマイ村虐殺事件なんです。このシュリラムっていうのがこのクシャトリアいた上位カーストなんですよ。おー、結構2個上だったと。そうで、この村っていうのがいた上位カーストの村なんで、それを22人殺したんですよ。おうおう。でこれってすっごい問題になってて、実はこういう低カーストの人間が上位カースト22人殺すのってインドでも例がないんですね。なるほどなるほど。じゃあカーストをもう揺るがしかねないことだったわけです。やばい時期だった。あ、まあ、それだけカースト制度って厳しいっていうのが分かるんですよ、これ。そうですね。だから国民中は騒ぐわけですよ。このプーラを早く捕まえろと、俺たち上位カースト全員殺されるぞと、もう政治的にも混乱を起こしてインドの体制をめちゃくちゃにしたんですよ、このプーラを。指名手配、そして賞金をつけられて、インディラ・ガンディ首相によって即刻処罰しろという命令が出て、警察1000人を動員するんですよ。なるほど、国を挙げてもう逮捕しようとしたわけか。こいつがいるとインドのカースト制度全部崩れるぞということで。ああ、わいわいわい。しかし低カーストの人間からしたら、このプーランの行動はもう希望でしかないんですよ。うん、彼女を守ってなんと2年間逃げ通すんですね。だから警察ももう彼女をなんとか抑えたいということで司法取引に入るんです。うんうん、いたら罪を軽くするから自首してくれと、仲間たちも守るからって言うんですけども、プーランはお前たちどうせ裏切るだろう、私は戦い続ける、一人でもなっつって戦うわけです。かっこいい。ですが最終的に仲間、そして家族を守るためにいたら投降、自首することを決めたんです。うん、1983年に1万人の民衆の前で投降式を行いました。うん、その時にマハトマ・ガンジーと女神のドゥルガっていうのを肖像画を置いて投降したんです。うん、あくまで国じゃなくこの二人に投降したんだっていう結論のもとで投降するんです。ああ、はいはい、なるほどね。どんな時も強い心を持って生きた彼女なんですけど、彼女は刑務所の中でこういうことを言っています。もしお金があるならこの刑務所と同じ大きさのホールの家が欲しい。でもそれは夢と分かってる。どんな女の人でも私と同じ体験をすれば普通の生活を考えることはできなくなるはずです。草を刈りライフルを使うことの他に私が何を知ってるというのですか。インド中を恐怖に叩き込んだ彼女なんですけども、もう低カーストからもう神様のような感じなんですね。だから彼女を応援する団体もできて、そしてなんと社会党リーダー村山新ヤラブ主席大臣が彼女を救えと動き出すんですよ。うん、そして罪状すべて無効にして1994年2月に彼女11年の短い刑期で釈放されるんです。へー。釈放後この社会党に彼女誘われるわけです。うん、
言ったら反カーストの象徴にならないかっていう誘いが来るわけです。ほうほう。そこから彼女は反カースト、反ヒーズ、女性権利の向上のためライフルという武器を捨て、政治という武器を持って政界に飛び出すわけです。過去の過ちにより脅迫電話、殺害予告たくさんされたんですけども、彼女を支持する団体も増えて、彼女をモデルにしたバンデッドクイーンが制作され、彼女の行動、そして彼女の人生が多くの人に知れ渡るんです。さらにイギリスの労働党ミルドレッド・ゴードンがプーラン・デビューをノーベル平和賞候補として推薦するんです。行くとこまで行ったな。そしてなんと彼女はヒンドゥー教至上主義の人民党の代表を下して1996年国会議員になるんですよ。おー、やったな。そして議員になった彼女は多くのところで講演して、彼女の行動で上位カーストが低カーストを少し尊重するようになったんですよ。もう彼女のおかげだ。そして2001年、彼女は37歳という若さで暗殺されてしまいます。いやー、マジかー。これからだっていう時に彼女は殺されてしまうんですね。まあ彼女の行動は果たしていいものではないと思うんですね。たくさんの人を殺したので。だけども彼女の行動によってこの女性権利の向上のため動き出す女の人が増えたりとか、低カーストの差別が少し緩和したんですよ。うん。彼女の存在はインドにいい影響を与えたのかもしれませんね。それが政治家になった女盗賊プーラン・デビでございました。ありがとうございます。面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方よろしくお願いします。そん時に立ち上がったのが、うん、柳川熊吉。出た出た。おいおいお前ら何ビビってんだよ SF によ。俗文か漢文か知らねえけど死んだらみんな仏だろよ、埋葬しようぜって言うのよ。